シュトットガルト音楽演劇大学はドイツバーデンビュルテンベルク州シュトットガルトにある州立の音楽大学。ドイツで最も古い音楽大学の一つ。シュトットガルト音楽演劇大学には大学院も併設されている。ボローニャ協定に伴い、この音楽大学も移行時間こそかかったが、学部、修士生に徹底的に改められた。随分長らく作曲家と指揮家は、 大学院として設けられており学部扱いもされず、ディプロマ制度を固示していたが、現在はそうではなく両先校も学部及び、修士制度に完全に変更された。すべての学科のためのゾリステンクラッセと、音楽学と音楽教育学のための博士課程はそのままある。日本や諸外国と違い、現代を音楽やジャズのみを、学部からかつ繊細に、学科別に学べるのが、大きな特徴。 2007年に創立150年を迎えた。卒業生に指揮者のヘルムート・リリングや作曲家のヘルムート・ラフヘンマン、マティアス・シュパー・リンガー、アドリアーナ・ヘルツキーなどがいる。世界的トップレベルの音楽大学である。日本を含むアジア圏からの留学生も多い。日本の東京芸術大学と学生と教授の交換協定を持っている。スカウトされた。 外国人の教授も目立つ。2020年代の学位は、フランスやイタリアの3プラス2プラス3年制度ではなく、4プラス2プラス2年制度で授与される。ただし、舞台芸術に第三家庭は存在しない。大学図書館には1万8千冊の書籍、8万冊の楽譜、9千本の録音資料がある。ありがとうございます。